マセラティはヨーロッパ並びにアメリカの自動車メーカーであるステランティス NV 参加の高級スポーツカーブランドである。モデナに本社を置き、1914年創業。社名はマセラーティやマゼラーティと記載されることもある。マセラティ4人の兄弟1926年のタルがフローリオでアルフィエーリがドライブするティーポ26イタリア北部。 ピアチェンツァ出身の鉄道機関士、ロドルフォ・マセラティには、長男、カルロ、次男、ビンド、四男、アルフィエーリ、イツオ・マリオ、ムツオ・エットーレ、七男、エルネストという六人の息子がいた。カルロは、急ったフラスキーニやビアンキで、エンジニア・アケンレイサーとして活躍し、ビンドとアルフィエーリと、エットーレも、急ったフラスキーニで働いた。カルロが病死した後、 兄譲りの才能を持つアルフィエーリを中心にして、エッドーレとエルネストの3人で独立し、1914年12月1日に、故郷、をピアチェンツァに近いボローニャで、自動車工房ソシエーターのニーマオフィチーネ、アルフィエーリマセラティを開業する。初期は市販車のレーシングチューンを修行とし、第一次世界大戦中はキララを絶縁体とするスパークプラグを開発し、 軍事産業向けに業績を伸ばした。終戦後は、ディアットと提携し、グランプリマシンの製作を依頼される。ディアットが、資金難に陥ると計画を譲り受け、マセラティの名を冠した、オリジナルレーシングカー、ティーポ26を完成させ、1926年の、パルガフローリオで、アルフィエリがドライブし、デビュー戦で、クラス優勝を果たす。このマシンのグリルには、 芸術家になったマリオがデザインしたサンサの森のバッジが付けられた。以後、レーシングカーを製造を販売するコンストラクターとして、なお広め、ライバルメーカーのアルファロメオと国内外のレースで競い合う。世界恐慌の荒波の中、1932年に大黒柱のアルフィエーリンが44歳で他界すると、エルネストが会社を引き継ぎ、ビンドも経営に加わった。 ナショナリズム発用の場となったグランプリレースにおいて国有化されたアルファロメオやナチスドイツの威信を背負うメルセデスやアウトウニオンを相手にして家族経営のマセラティは限られた戦力で検討したアドルフ・ォール氏と初代クアトロポルテ氏金難が続いた結果1937年にマセラティ兄弟はモデナの実業家アドルフ・ォール氏に経営を譲渡し息子のオメール・オール氏が 社長に就任した。マセラティ兄弟はコンサルタントとして10年間会社に在籍するという契約を交わす。1940年にはモデナのチーロメノッティ通りに本社工場を移転。くしくもモデナはエンツオ・フェラーリの記事でもあり、1943年にフェラーリがモデナ近郊のマラネットへ移転するまで同じ街に2つのレースチームが同居していた。 第二次世界大戦後の1947年、契約の10年間を終えた、マセラティ兄弟は会社を離れ、ボローニャで OSCA を創立する。同年、ジュネーブモーターショーでマセラティ初のロードカー、A6500 を発表。関連会社として、ホブリコ・カンデレイ・アキュミオ・レイトリ・マセラティ・ SPA を設立し、スパークプラグやアキュムレーターなどの自動車部品を生産し、後に、 モペットやオートバイも生産した。1950年代は、イ一やスポーツカーレースの世界選手権で成功するが、1957年を最後にワークス活動を停止し、プライベーター向けの車両供給にシフトする。そして、6気筒、8気筒のレーシングエンジンをデチューンして搭載したロードカーの 3500GT や 5000GT を発表し、 高級スポーツカーメーカーへの転身を進める。1963年に発表した初の4、ドアセダン、クアトロポルテはラグジュアリーなブランドイメージを確立し、以後、マセラティの主力モデルとなる。ボーラ1966年、フランスのシトロエンと業務提携し、シトロエン SM に搭載する同ヒックブロックエンジンの開発を受託する。経営難に苦しんでいたオルシケは、 株式の60%を売却し、1968年にマセラティはシトロエンの傘下に入る。この異ツ提携時代には、ミッドシップスーパーカー、ボーラを発表したり、シトロエンの看板技術であるハイドロニューマティックを搭載したりしている。しかし、オイルショックの影響などによりシトロエンの業績が悪化し、二代目クアトロポルテの量産は中止となる。 1976年にシトロエンは、プジョーの主導で、PSA グループに編入されるが、プジョーはマセラティとの契約を破棄。マセラティは破産寸前に追い込まれたが、モデナの後発スポーツカーメーカー、デットマソが政府の産業再生機構の資金を得て、マセラティの経営再建に乗り出す。デットマソ体制下で当初発表された、キャラミア三代目、クアトロポルテは、 デトマソのロンシャンやドービルの車台を共用していた。そして、マセラティの優雅で、スポーティーなイメージを生かした乗用車、ビトゥルボが、ヒットモデルとなり、北米やバブル期の日本など海外市場で売り出し、バリエーション展開を続けることになる。また、デトマソはクライスラーに、マセラティ株の一部を売却し、クライスラー TC、バイ・マセラティを共同企画した。 モデナのマセラティ本社1993年、デトマソはフィアットにマセラティ株を売却し、フェラーリやアルファロミオと同様に、マセラティもイタリア最大のフィアットグループ参加に加わる。1997年には、フェラーリの子会社となり、ルカデ・モンテゼモロ会長の下で再び、高級スポーツカーブランドとして再構築が進められ、デトマソ時代の品質問題は改善された。 生産体制の合理化により、ピニーファリーナがボディをデザインし、フェラーリの工場でエンジンを組み立て、フェラーリ製、カイチマティック譲りのパドルシフト式セミエーティ、完備オコルサを採用するなど、フェラーリカラーが色濃くなった。2005年には、フェラーリ参加から離れ、かつてライバルだったアルファロミオと統合。世界市場で戦う量産ラグジュアリーブランドへの変化を目指し、 これまでの少量生産から一転した拡大戦略を図っている。2013年より、鳥のシグジュリアスコの新工場、アッポカート、ジョバンニアニエリで、主力車種の3代目、ギブリと6代目、クアトロポルテを量産。人気の高級 SUV 市場に向けて、レバンテを投入するなどラインナップを広げた。結果、全世界の新車販売台数は2017年に5万台を突破した。 2020年代に向けては EV や PHV の導入を含めたブランド改革の計画を発表しており2020年9月9日にブランドリローンチイベント MMXX タイムツービーオーデシャスを開催16年ぶりとなる自社製スーパーカー MC20 などを発表したネプチューン像のトライデントダッシュボードの金時計1955年 マセラティ250回1960年テ t ポ6 1バードケージ級コーンズ販売網時代の正規ディーラー新東洋企業シーサイドモーターを経て長きにわたってガレージイタリーが日本総輸入代理店を務めていた1997年コーンズカンパニーリミテッドに輸入権が移管されてからは本国 CI に基づくデザインのショールームが建てられたりした 2011年に日本法人マセラティジャパンが指導してからは世界的な拡販戦略に基づきガレージイタリーやコーンズと続いてきた販売網の再編成を進めてきた2014年からは新車購入者を対象としたコンシェルジュサービスをスタートさせ2019年には千葉県富里市にプディセンターを開設したありがとうございます